やっぱ現状スキルとトリガーがなんか死んでるキャラがいるから一部、うん、まあスキル2とか追加された時に特にそうだったな、まあ、ミカは死んでますよね本当に。スキル系は V システムかなり恵まれてない部類だと思う。あとだからそれ最初のはやっぱその強いって判断されてたわけでしょ多分おそらく、ミカが V スキル 1は V スキルは微妙じゃね、あのいや V スキルは弱いんだけど、あれは V トリガーの強さありきで、うん、あのセット。ああなるほどね。でもミカは今回ドロップも打ちにくいだろうし、ああまあ確かにそっか、ドロップもその PC 版の影響を受けている。はいはいはい、まあ、ミカ一番受けましたよね。キャラが受けたなって思う本当に PC 版の。いやっていうかミカ体力増えてないねんで、みんなの体力増えた時にミカの体力増えてないってあるって思ったもん。いやもうでもミカは俺は別に弱いままでいいと思ってるんですけど、あ、これはいいよ。個人的に飛ばなきゃループするんだよ、ね、ミカはいいっしょ。じゃあミカっていうか投げキャラもいいっすよ。もうマオさん、お、画面上で画面外でアクションしてる。リュウとサイクロプスいた。まあ、みんな嫌いなキャラはいますからね。やっぱ投げキャラね、なもうその好きで使っててくださいって俺は思っちゃう。その立場で得られるのはちょっとさすがに古いですよ。それは古いです。昔のゲームですよ。いやだから昔のゲームが投げキャラ強いでいいじゃねえかよ。いや昔のゲームは投げキャラやられ役だったじゃないですか。そうやられ役だった。いやだからそれで良かったと思いますよ。古いですよ。古いです。昔のゲームで強かった投げキャラってダイモンとかのイメージある、ね。投げじゃねえだろ。KOF だからな。まあまあ。全然違うよ、ね。打撃が強いんだもん。うん、打撃だよね。だからそのアビゲイルみたいなもんだよね。あ、まあ、ダイモンアビゲイルですね、確かに、うん。ダッシュするしな。バーダッシュ早いし。俺、やっぱ投げキャラ。だってさ、俺、スト4の初期の時にさ、まあ俺はサガット使ったらあれだけど、そのサガット、あのザンギ使ってる人に対して悲鳴上げてる人俺も何も見てきたもん。あれいやあの坊やは、うん、キャラ対策を、うん、あのア行からやるっていう、いやアルファベットの A からっつってアベルから言ってなかった。アベルから対策はアルファベットの A からっつって言って一生白に連呼しててなんかそれ聞いたことあるな。何それA から A に始まり A に終わったやつだろ。あの次ブランカなんでいけないんですよ。進まなかったんだ。A で終わる、うん、B がブランカなんでいけないんですよ。ブランカはローリングだけで終わっちゃうんか。そう あったな。残機ブランカきつかったな。いやあれでもね、移動バニっていうテクニックはね、あるあので反撃できて有利。なるほど。あ、まあそれだけでかわいそうですよ ね。全然変わるなゲームそれ、うん、あいやでも投げキャラが強いとやっぱね、そのシンプルな操作なんかその何とかあんまなくなっちゃったりとかするときが多いんだよね。ちなみにあの、うん、1個問題提起していいですか。はい、はい、投げキャラ皆さんがもし使うとするじゃないですか。はい、使ったらやっぱ勝てると思います。あいい問題提起。本気でアビゲイル使ったらなんかいい、なんかいい問題提起ですね。ちなみに俺から言っていいですか。はい、はい、俺はアビゲイル使ったら結構勝つ自信あります。はい、あるんでしょ。あるんだ。結構あるんですね。あの話結構もう落ち着いちゃう。もう終わったぐらいの勢い。やっぱみんなどう思ってんだろうなと思うわ。俺ね、バーディーとアビゲルはいけると思う。あ、俺バーディーはいけるなって思う。あ、なるほどね。そうだね。ザンギは確かに純粋になんか嗅覚入れますよね。多分ザンギって。確かに俺も、うん、ごめんアビゲルの話だわ。ああ、まあそうでしょ。あれ、投げキャラじゃないもん、アビゲイルは。ダンギはいけるっては言わないわ。いや、だって、アビゲイルなんて、サムスピの鎖ゲドウみたいなもんでしょ、あれ。確かに、そうそうそう。なんでお前、駒投げも持ってんだよってだけだから。サムスピの、あの、ハイタニに、あのアビゲイルはチャンコーハンなんですよ。チャンコーハン。だから、チャンコーハンね。確かに。すごいイメージ湧いたことがあったんです。駒投げもあると。ああ、そう。ただ、基本的には、立ち回りで。そう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 。あ、なるほど。そのやっぱまあミカとかそのね、ザンギとかなっちゃうとやっぱ特殊な能力は必要なのかなって思うね。待ってください、アレックス投げキャラですか。いや、あれは投げキャラ、まあ一応投げキャラ、投げじゃないってか、まあ俺駒投げってつけるならもう全員アレックスの性能ぐらいでいいんじゃないのって思うさ。駒投げの性能置き攻めつかない。そうですよね。他のキャラってさすがに強すぎるだろ。さすがにリターン高すぎちゃうかなっていう。そうですよね。うん、だいぶね、ざっとね、ミカのやっぱループ性はね、ちょっとはーってなるけどね、本当に、かなり。
残機とかほんと3回ぐらいで終わっちゃうから、うん、残機は EX スクリュー後の周りを台と一緒にするのやめろって思いますよ。あの数万円広いし投げ向けもあるのに、あのリターンも超高いにおかしくない。あれがね、その中スクぐらいになるとまた性能違うだろうね。が妥当じゃない。残機はシーズン1でいいから。あ、シーズン1弱かったよ。弱かったんすか。弱かった。いや、あのね、ダブラリがめくり落ちないんですよ。あ、それちょうどよくないですか。あ、いや、そう、神調整だった。ちょうどいい。いや、あの唯一スト5であのシーズン1好きだったのが残機が弱いことだから。あ、俺も好きだった。へえ、そうなんじゃ。あそこはね、本当に、いや、やっぱ残機はこうでなくっちゃねっていう。そうそうそう。そこシーズンすごかったから。やばいじゃん。これ、定期的に誰か詰められるっていうか、あの弱みを、弱みを、あれやな、いじられるな、この。ネモさん主体でこう来るんで、そう、ネモさん主体で。らしいのから始まって。あとでユリアンの話も待ってますね。いや、ユリアンはもう、あの来シーズン終わっちゃったんだから、一級の話とかも出たから、でも。いや、おらん人の話までこう。うん、ユリアンの話もある、まあ、まあ別にユリアンの話してもいいんですけど、シーズン2対策できるってあの豪語してた人ここにいるんで。まあずっとそれこそ手札、手札多いなこの人。キャラ対できる、中途半端なキャラって、火力があるだけど中途半端なキャラつってあの言ってた人いるんで。いやでも火力ありきでしょあのキャラ。でもいや火力ありきだよ。だから火力はあるじゃん。いやだから俺はあの火力こそ正義だと思ってるから、プラス、あの、性能がやばいと思った。うん、いや、でも、リーチは長かったなぁと。あと、ため時間短いな、全体的に。え？ため時間短いね。まあ、ため時間短いね。うん。いや、ユリアンって、中とか。ユリアン、その、中央の通常投げの後の状況、すげえ良くないですか、今。全キャラで比べると。あー、はい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 。また、一応、あれぐらいだったら一応いるけど、ユリアンが持ってんのも問題だね。いや、なんかあのユリアンの投げ中央で食らうん結構嫌なんですよ。嫌っすね、それはそう。まあまあループするような、まあ、こいつ。スイガー肘っていうのもあるっすね、うん、ああそうだね、うん、やっぱそれがあるけ、うん、動きづらい、あと動けんすね。やっぱしゃがみ中盤の性能がやばいっていうか、前に出すぎじゃねっていうのはちょっと思うっすね。まあ、てか肘つながっちゃうのがね。え、どういうこと。あ、いや、カウンターで肘つながっちゃうにしては、うん、あのちょっと気軽に出せすぎるけど強すぎますよね、うん、みたいな。やたら前に出るっていうのも攻撃判定が、あとまあ中盤で前にラインをしたりだとか、そういうのがきついな。しまいにあれしゃがみ中盤で移動してくるときあるからな、あれ。そう、まあ、しゃがみ中盤移動がリアルにきついっすね、あれ。本当に。ため持ちながら移動できますから、ね。そう。あれ結構動いてきたけな。びっくりした。あの技神技。あれはやばいっすね。ユリアンはマジ EX タックルとエイジス。本当にこの2つどっちか。まあ、密着マイナには欲しいっすね。さすがに EX タックルは。いや、そう、密着がいいよね。歩いて投げに行かないけんとか結構やだ。あの、オロチと同じってやつだろ。オロチというか、あの、あ、あー、はいはいはい。いやいや、あの、性能が違うんだよ。オロチはキャンセルの時しかやっぱ有効に活用できないけど、うん、あの、EX タックルは8007なんで。なるほど。うん、全然違う。オロチはノーゲージですけどね。7だから。いや、まあ、さすがにオロチと EX タックルは全然。いや、ちなみにじゃあ、オロチいらねえから、EX タックルくれよ、じゃあ。怒った。パッション、パッション、パッション。ちょっと待って。じゃあ、やめろ。シーズン2でカリンは？シーズン2でパンクは？大したことない。これ何？殺して終わってるわ。お前の終着点わかんねえよ。もう孫さんの貼った、覚えてないでしょ？孫さん自分で何か言ったか。いや、そんな覚えてねえよ。シーズン2でパンクは？パンクは何が大したことない。いやいや、大したことない。大したことない、さすがに。やべえ、この集まり。闇の集会開いてしまった、俺。